みなさんこんにちはご視聴いただきありがとうございます私は専攻科の教員の松原ですこれから北海道科学大学公衆衛生看護学専攻科についてご紹介していきたいと思います本学は2020年4月に 全国初の大学専攻科として解説しました。保健師になるためには、二通りの方法があります。4年生大学で看護師課程、保健師課程を学び、同時に国家試験を受験するか、看護師免許取得後に進学するかです。以前は4年生大学で 2つの国家資格を同時に学ぶカリキュラムでしたが、4年間でしっかりと看護を学び、その上で保健師の学習をする上乗せ教育が求められています。上乗せ教育には、2年間で学ぶ大学院と、1年間で学ぶ専攻科や養成学校がありますが、大学専攻科は、 大学学を卒業した人だけが入学できます。そのため看護の基礎的な知識をもとに1年間じっくりと学び新たな時代の地域保健活動において中核的な役割を担う保健師の養成を目指していますさて本学は札幌市の手稲区というところにあります。 最寄り駅の丁寧駅は札幌駅から JR で約10分一日の乗降者数が札幌駅に次いで2番目に多い駅です4600人の学生が学ぶキャンパスは設備も充実していて快適なキャンパスライフを送ることができますそれではこれから専攻課の概要 カリキュラム、実習の様子、選抜制度、学費などについて説明していきます。専攻課の概要です。就業年限は1年、定員は8名です。取得できる資格は保健師国家試験受験資格です。加えて保健師免許があれば、 第一種衛生管理者を申請できま,すまた、養護教諭、二種免許を取得するためには、これらの4科目を履修する必要があります。取得を希望する場合は、選択科目として履修することができます。カリキュラムは20科目32単位で構成しています。 すべてが保健師の国家試験受験資格の必修科目です。講義は前期、後期に配置しており、公衆衛生看護学実習や継続支援実習に向けて、前期に授業や演習を集中して行います。選択科目は、 用語教諭で必要な4科目を含めて14単位まで多学部の科目を履修すすることができます他の専門領域の科目を履修することができるのは総合大学だからこそのメリットです。学びの幅を広げるか選択科目を取らずに国家試験の勉強に集中するか 自分で選択することができます継続支援実習は通年科目で高齢者と親子のご家族に継続して家庭訪問を行い個別支援技術を身につけますまた高齢者や親子が利用する関連施設への見学なども行い連携への理解を深めます 家庭訪問や関連する施設などの見学は大学から出かけていける範囲で行います公衆衛生看護学実習は保健所保健センターで3週間保健師の仕事について学びますこの実習は地方で泊りがけになります遠方での実習は 経済的負担が伴いますが交通費と宿泊費を大学が助成してくれる制度が用意されています保健師は地域を看護の対象としますから初めて訪れる地域で実際に生活しながら地域の人々の暮らしを理解することも貴重な体験になります地方ならではの住民と密着した 保険活動に触れることができます。次に、実習の様子をご紹介します。ここからは、教員の水野がご紹介します。まずは、継続支援実習の様子です。家庭訪問は、保険士活動の基本です。残念ながら、実際にご家庭に伺った際の様子をご紹介することはできませんので、 家庭訪問に行く前に行う学内での演習風景を紹介しますはじめは人形を使って赤ちゃんの全身状態を観察したり身長や体重を計測する手術を練習します次に家庭訪問の場面を想定してロールプレイを行います新生児のほか高齢者を対象とした家庭訪問も 同様にロールプレイを行いますこの写真のように実際に赤ちゃんとお母さんに来ていただいて実践力を高める工夫をしていますまた、すべてのライフステージにある人々を継続的に支えるために学校や職場における生徒や職員を対象とした保険活動についても学びます 次に、公衆衛生看護学実習です。地域を看護の対象として捉え、様々な方法や技術を用いて展開する保健師活動について学びます。保健所では、防護服の着脱訓練を行いました。実際に着てみて、着脱の大変さや暑さや動きにくさなど、この状態で活動することの大変さを実感しました。 地域の特徴や、それに合わせた保健師の活動の実際について、保健師さんからオリエンテーションを受けて学んでいきます。乳幼児健康診査では、赤ちゃんの身長・体重などを計測し、成長を確認します。そして、一人一人の発達や育児の状況に応じて、必要な保健指導を行います。 高齢者の介護予防教室でははじめに血圧測定をしながら健康状態について伺いますその後、運動やレクリエーションなどのプログラムを行います実際に住民の皆さんを対象に健康教育を行います対象に合わせてテーマや内容を決定し媒体を作成します 関心を持って聞いてもらうためには、さまざまな工夫が必要です。これは、ノルディックウォーキングの会に参加させていただいた時のものです。地域では、住民が主体となって行う自主的な健康づくり活動が行われています。住民の有志が集まって、地域の健康についての話し合いが、 継続的に行われています参加者がそれぞれの立場でできる健康を高める活動についてアイデアを出し合い活動が行われています自転車で地域を回ったり学生みんなで海を見に行ったり自然豊かな地域で3週間の生活を楽しみながら実習をしています 三週間の実習を通して、さまざまな住民の皆さんと触れ合い、地域の特性を知り、保健師の仕事の面白さと難しさを学びます。次は、選抜制度についてです。ここからは、専攻科の教員の宮田が紹介いたします。一般入試の募集人員は四名程度です。 出願資格は看護師資格を有するもの、及び大学を卒業しているもの、またはそれに準ずるものです。詳しくは学生募集要項をご確認ください。試験は前期9月と後期2月を予定していますが、前期試験で入学定員を充足した場合は、後期試験を実施しないことがあります。選考方法は、 小論文と看護学一般個人面接です学生募集要項はホームページからダウンロードできます動画の説明欄に URL を記載していますのでご確認ください所定の用紙はお電話での取り寄せになります出願をご希望の方は入試課フリーダイヤルまでご連絡ください 学費等の経費についてです。1年間にかかる費用は、入学金20万円、授業料60万円、その他の経費約5万円に、テキスト代約5万円を加えて、おおよそ90万円です。その他、iPad、ノートパソコンをご用意いただきます。iPad、 ノートパソコンの使用にについては入学手続き完了者に文書ででご案内すする予定です電子媒体の取り扱いについて困ったことがあれば入学後はノートパソコンサポート室で対応してもらえますその他学外実習施設への交通費などがかかります3週間の遠方実習では宿泊費は1泊5000円まで 往復交通費の65%が補助されますが、それを超えた費用は自己負担になります。本人またはご家族が、本学の卒業生または在籍中の場合、入学金が免除になることがあります。詳しくは学生募集要項でご確認ください。以上で、 公衆衛生看護学専攻科の説明を終わります。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。もっと詳しく知りたい、質問があるという方は、電話またはメールでお問い合わせください。視聴されている皆さん、ぜひ、北海道科学大学公衆衛生看護学専攻科で、プラスプロフェッショナルな保健師を目指して、 一緒に学習しましょう。